今日は藤井隆さんのなんだかんだやっていきたいと思います。懐かしの曲ですね。藤井隆さんのなんだかんだ、どうしても僕は好きな曲なので踊りたいと思いまして、サビの解説をしていきたいと思います。当時踊れなかった人も今日は一緒に踊っていきましょう。やっぱこれといったらね、あれですよね、小島よしおですよね。はい、小島よしおさん、実は僕と大学が一緒でしてちょっと密かに応援してる気持ちもあり、そんな一大ムーブメントを作り上げたなんだかんだ、今日は解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではなんだかんだのサビ、頭から通してみたいと思います。足を開いたところから拳からいきます。5、6、7、8。なんだかんだ叫んだってやりたいことやるべきです。あんたなんだ次の番はやりがいあふれるレースです。では早速解説していきたいと思います。左手マイク、右手拳でいきたいと思います。これ有名ですね。拳を斜めに突き刺す。この時に足を1、2、3、4、5、6ですね。でこっからなんですけど、左右合わせるというステップになっています。ここから前の足をトッとついたら前に乗り込む。もう一度こうやると、せーの、なんだかんだ叫んだてえっていう風になります。それはここからなんですけれども、なんとムーンウォークをするんですね。でここのムーンウォークを今日は少しずつ解説をしていきたいと思います。ムーンウォークっていうのはマイケル・ジャクソンのね、あの有名な前に歩いてるようで後ろに行ってしまうという動きですね。さあやっていきますよ。ではムーンウォークの解説をしていきます。右足を立てる。今度反対、左足を立ててみましょう。足の指をちょうど折って、ね、足をピッてかかとを立てるようにします。で少しそれを後ろについてください。右足後ろにつきましたね。そしたらこれをかかとを下ろして、そのまま足を揃えに行きます、はい、今度は左足がちょっと後ろに行って立てる。はい、右足がその左足に追いつく。今度は右足が追い越す、左足が追いつく。はい、ゆっくりやるとこんな感じです。右足をまずずらす、左足がそこに追いついてきて左足が立つ、右足がそこに追いついてきて右足が立つ、左足が追いついてきて左足が立つ。解説するとちょっと簡単じゃないですか。結構簡単なんです、ムーンウォークって。これをねスムーズにやるのが難しいだけなんです。もう一度やってみますよ。足を揃えたところから右足を立てます。そしたらこれね、かかとをつきながら左足がそこに追いついてきて、一度足を揃えた状態になるんですけども、左足が今度は追い越して右足を立てた状態、右足が追い越して右足、左足、これをねつなげてやるとこんな感じになります。スッ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 、ちょっと見えましたか。歩いてるように見えるんだけども後ろに行っている、これがムーンウォークになります。ムーンウォークで大事なことは、スムーズに行かなくてでもですね、行かなくてもですね、右左右左というふうに足を一回一回運ぶことが大事です。なんだかんだ叫んだって、右足からやりたいことって言ってね、やりたいことに合わせて、やりたいこと、足がね運べることが大切なので、スムーズにいかなくても足の運びをしっかりすることを今日は大切にしてください。左足がね立ってる状態で終わるんですけど、
左右左右でちょっとジャンプします。ここから左右左右で、その時藤井隆さんの可愛いのが足をいっぱい上げてるんですね。ここからタッタンタッタン、はい。でね、手はさっきの下から持ってきて、この手首を折った状態のままムーンウォークが終わっていて、今度はね、宮を進む、合ってる、宮を進むみたいな感じで、どうもどうもって敬礼を2回します。左右左右で、今度この手がパーになります。眩しいの手。そしたら体をくの字に折って、ケツ、お尻を後ろ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 って言ってね、振りながら下下下下上上上上といきます。せーの、下下下下上上上上って言ってね、お尻に注目がいくんですけども、キレがいいんです。藤井隆さんすごい、お尻のキレがトゥッ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 トゥっていってます。はい、でここまでいったらあとは少しです。手を拳にして、パンチ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 突き出して、今度は下から手のひらを上に、これで終わりです。パンチ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 、政治家、ディズニーダンサー、これでおしまいになります。足は右左右左、政治家、もう一度右足がディズニーダンサー。はい、これで振り付けは終了です。もう一度リズムでやってみましょう。せーの、あんたなんだ、次の番はやりがいあふれるレースです。はい、ではですね、初めに戻りまして頭からやってみましょう。足を開いた状態、右手の拳をね、斜めに突き出していきます。5、6、7、8、なんだかんださっけん、左右手、ムーンウォーク右足から、やりたいこと左右、やるべきです、パーにして、あんたなんだ、次の番は、歩いて、みんなに愛、政治家、ディズニーダンサー。ということで今日はなんだかんだをお送りしました。皆さん、なんだかんだできましたか？はい、とてもね、短い振り付けでしたが、とても有名な振り付けなので、ぜひともカラオケとかね、いろんな発表会とかで、ちょっと振り付けありで踊ったら確実に盛り上がると思います。次回はですね、ジョイジョイジョイチェキナベイベーペペペペペジョイフルをお送りしたいと思います。オリジナルのダンスダイエットでお送りしますので、またお会いしましょう。ということで本日はありがとうございました。振付師のオンディでした。またねー。